前回も荒すぎ、をまた任されたんだけど、323系の提案で始めた大阪メトロ全路線乗車旅。最初はあの新型車両に乗り、そのまま乗り換えて初の今里筋線へ。そして他の3つの路線も乗り、残り持ってない路線は3つになった。さあ果たして2人は他の路線に乗ってどこへ目指すのか。そして初乗車となるヌートラムとは。それでは続きを見ていこう。ああ、なんとか四ツ橋線ホームに着いたぜ。途中、いろいろ迷って少し焦ってましたね。俺、このタイミングでワープを使おうと思ったんだけどな。それで、次は四ツ橋線ですか。ああそうだ、これに乗って終点、住之江公園を目指そうと思う。住之江公園は確か、ニュートラムに乗り換えできるんですよね。その通り。ということで早速、終点駅に目指そうか。やっぱりいきなり始まるんですね。やってきたのは23系だな。まあ、四ツ橋線は23系しかいないんだがな。ではこれに乗って終点住之江公園に行きましょうか。ちょっと待て。え、先輩どうしたんですか？実は用事で一時、岸の里駅に降りるんだけど。え、岸の里駅に降りるんですか？ああ、でも岸の里まで動画撮影していなかったから。動画撮影してなかったから。岸の里からもう一度動画撮ります。もうなんて言えばいいのか。そしてまたまた23系が登場。ここからもう一度終点住之江公園駅へ目指そうか。それ先ほど私が言いかけたセリフ。23系に乗車して車内はこんな感じ。そして次に停車する駅は多摩出駅ですね。そうなると住之江公園駅に着くまであと6分か。住之江公園駅に着いたら次はニュートラムに乗るんですよね。ああそうだ、俺もこの路線は前から気になっているからな。そのために大阪メトロ全路線乗車旅を企画したんだろうな。カットして次に止まる駅は終点住之江公園駅。この駅でニュートラムに乗り換えるぞ。いよいよニュートラム路線に乗れるのですか。これは少し気になってきますね。俺も同じく。そして終点メロディーも聞けたぜ。何回聞いてもやっぱりこの終点メロディーは最高ですね。俺は接近メロディーの方がいいんだけどな。え？は、カットして住之江公園駅に到着。さっきの間は一体。そしてこれからニュートラムに乗り換えます。まあここからは映すところはないのでカットさせていただきました。あとエスカレーター長くねえか。それ私も思いました。おお、ここがニュートラムの駅ホームか。駅構内は大阪モノレールみたいな感じですね。あと今思ったんだけど、ニュートラムは昨日路線だったんだな。え、そこからん、どうした323系？え、いや、何にもないですよ。ああそうか。そして俺たちが乗るのは1347分発のコスモスクエア行きか。コスモスクエア行きって確か中央線で延伸するって聞きましたけど。え、マジで。ということは中央線もコスモスクエア行きも消える可能性が。ないっていう可能性はありませんね。じゃあ中央線コスモスクエア駅に着いたらその行き先も撮影しないとな。でもまずはニュートラムでコスモスクエア駅に移動しましょう。カットして、いよいよニュートラム車両が到着するぞ。もうすぐやってくる車両は終点駅でお客さんを乗り降りして、その後コスモスクエア駅に発車するみたいですね。つまり往復で移動するわけだな。まあこの情報で合ってるか不安ですけど。やっぱり自信ないんだな。それでやってきた車両は、中央線カラーの車両だ。うん、もら間違ってはないけど。この車両は大阪市交通局200系電車。今回やってきたのは中央線カラーの200系だな。中央線カラーってもしかして他の色の200系も見れるんですか？まあ、多分見れるかもしれないぞ。それは気になります。では早速200系に乗車しました。それでは200系でコスモスクエア駅に行きましょう。ちなみに、ニュートラムは自動運転なので運転席がなく、この代わり、一番前で全面展望が撮影できるみたいだね。まあ、今回は先に先客がいましたけどね。でもここからでもいろいろ見れるからよし。いろいろって一番気になるんですけど。あと、さっき調べたニュートラムとモノレールの違いなんだけど、ニュートラムは新交通システムと言われていて、コンクリート製のレールの上をゴムタイヤで走る構造である。一方、モノレールはその名の通り一本のレール上を走る乗り物であり、大阪モノレールは小座式という方式で走っているらしいぞ。確か先ほど言った小座型の他に懸垂型がありましたよね。まあ詳しい説明は今回省くけどな。説明が大変なだけでしょうね。うん、それ以上言うな。そして間もなく最初の停車駅、平林に到着するぞ。あ、先輩、反対方面に200系車両が。おお、黄色の200系に遭遇したな。では平林駅を発車したところへカットしました。あれ私のセリフが。そして前から見えるカーブを曲がってからのカラーのジェットコースターみたいに上へ上がっていきます。うん、なんかいろいろぶっ飛んでいるような気がする。てかカメラブレすぎじゃないですか。それはいつも通りだ。あとここから景色が一気に変わるぞ。そして次に止まる駅はフェリーターミナルですか。この辺りで確か大阪南港があり、そこでフェリーが乗れるらしいぜ。まあ今回は終点コスモスクエアまで進みますが。そしてフェリーターミナルが到着するときになんと、あ、白の200系が。
次は、チオの200系に遭遇したが、まあ俺はパンダ車両って呼んでるけど。あ、言われてみれば確かに。そして、ニュートラムが滑走駅を発車した後に見れたんだけど。え、先輩、あの大きいタワーは？お、これは大阪府先島庁舎だな。高さは 256.0 メートル、地上55階の超高層ビルだな。そして、隣にオレンジ色の200系も見れましたね。あと中滑走駅で紫色の200系も見れたぞ。それで、次に止まる駅はトレードセンター前ですか？その後に終点コスモスクエア駅に到着だな。トレードセンター前をカットして次は終点コスモスクエア。ここで今乗っている同じ色の中央線に乗り換えるぞ。あとトレードセンター前駅で人がたくさん乗車してきたので急遽凹面展望に切り替えました。まさか終点前でこんなに人が乗車してくるとは思わなかったね。そしてここから地下ゾーンに突入します。そうなるといよいよコスモスクエア駅に着くんだな。まあすぐに乗り換えてコスモスクエア駅を出ますけどね。まあこの駅に特に用はないからな。うん、それ以上行ったら終わりな気がする。いろいろあってコスモスクエア駅に到着。なんかいろいろありましたね。そしてここから中央線に乗り換えだな。あ、近鉄7000系が。まあ今回はもともと7000系に乗る予定はないからな。ということは大阪メトロ車が来るまで待つんですね。でも今回はすぐに大阪メトロ車が来ると思うぞ。果たして本当に来るんでしょうか。あれ、ぼーっとしてたら接近メモリーが鳴ってた。先輩大丈夫ですか？そしてやってきた車両ら。あ、3万 AK じゃないですか。おお、これも久しぶりに乗るから少し嬉しいぜ。行き先は学研、奈良富ヶ丘駅ですね。あの駅は近鉄京阪な線の駅だからな。まあでも3万 AK が来てよかったじゃないですか。まあ、それもそうだな。そして隣にも3万 AK がやってきたぞ。これは回送列車になるみたいなので、この車両は乗れないですね。まあ左に止まってる学研、奈良富ヶ丘駅に乗って目的地に行こう。では久しぶりの3万 AK に乗車しました。そして次に止まる駅は大阪港だな。大阪港は確か海遊館があるところで合っていますよね。海遊館か、また夏に行きたいなぁ。私も今度海遊館に行きたいです。そして間もなく大阪港に着くんだけど、この後弁天町駅で別の容疑で一回降りようと思うんだよ。あ、弁天町駅に降りるんですか？まあでもここから車内展望は撮っていないので。撮っていないので、一気に弁天町駅までワープなぁ。やっぱりカットを使いましたね。そして予定を全て終わらせてきました。やっぱりこの辺りからカットの仕方雑な気がする。あと反対方面にやってきたのが先ほど乗った3万 AK。 今回3万 AK に遭遇するの多いですね。まあ前に乗った時は7000系しか来なかったからな。もしかしたら俺今日運が上がっているかもしれないぞ。では次の車両が来るまでカットします。あれ、5分経って私たちが次に乗る車両がやってきます。できれば400系が来てほしいんだけど、果たしてやってきたのはさっき乗った3万 AK ですよ。おお、3万 AK またあったな。どうしますか？この車両に乗って次の乗り換え駅に行きますか？ああ、今回は400系来るのを待たずに3万 AK で本町駅に行くぞ。本町駅って御堂筋線に乗り換えるんですよね、絶対。ああ、もうそれしかないだろうな。あと隣にまさかの400系が見えたぞ。一瞬でしたけど、400系が見れてよかったです。ではもう一度本町駅へ、カット&御堂筋線ホームへ。御堂筋線ホームは左に曲がって進みますよ。四つ橋線ホームは反対方面だけどな。あと一瞬どこ行けばいいか迷ったのら323系には内緒だ。そして御堂筋線ホームに到着、アンド千里中央行きを撮影しました。23日に来た大阪急行が延伸し、千里中央行きがなくなるかもしれないからな。もしかしたら終電間近で千里中央行きがあるかも。多分ないと思うぞ。ですよね。ではこの車両を見送りって、次が最後の乗車路線になるぞ。先輩もう列車が来ていますよ。最後に乗るのはお久しぶりの21系。これで鉄旅終着点の梅田駅に行くぞ。あれ、千里中央は？それは開業した時に行こうな。あ、もう今日は行く予定はないんですね。そして21系に乗車する。やっぱり御堂筋線は相変わらず混んでいますよね。まあ大阪メトロも大動脈路線だからな。そして間もなく俺たちが降りる梅田駅に着くんだけど、この路線で大阪メトロ全路線乗車旅が全て達成したことで OK ですよね。ああ、その通り。今回で乗ってない路線も全て乗ったから俺は少し満足だぞ。私も一番気になってたニュートラム路線に乗れてよかったですよ。おお、それは今思ったんだけど。ああ、戻ってきたの大阪駅に。この屋根が大阪駅のシンボルですよね。アンドこれで大阪メトロ全路線乗車旅は全て達成だね。ああ、ずっと歩きっぱなしで足が痛いです。これはライボールか。あとお昼ご飯も食べてないので、早くどこかで昼食食べに行きましょうよ。そういえば昼飯食べるの忘れてた。まあ挨拶終わった後、すぐにレストラン探していこうぜ。わかりました。では最後に、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。
前編後編最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた。